こんにちは。こんにちは、皆さんこんばんは。僕が見たかった青空の今井ゆきと秋田りあんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この配信は乃木坂46公式ライバルとして結成したアイドルグループ僕が見たかった青空、通称僕青のメンバーが週替わりで2人ずつ登場するショールーム配信です。番組ハッシュタグはハッシュタグ僕青ショールームなので、ぜひ投稿よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。ハッピーガールユキッチンって書いてあった。イエーイ。みやちゃんかわいいって。ありがとうございます。もう3回目のショールーム。そう、3回目、うん、そう、前回誰と、前回は代打で出て、うん、ポリポリと。あ、そっかそっか、うん、そうだね。私はあのユーホと青雪室で出ました。あ、そう、青雪室、いいな。そう、なんか2人の名前も欲しい、うん、そうで、なんか、うん、あの考えたんだよね、さっき。そうそう、どうしようってなって、うん、何になったんだっけ。リアンがリャンリャンっていうね。あ、そう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 、言ってて。そうやそうや。だからリャン雪、雪リャン、どっちだっけ。なんかめっちゃ言いにくいけど。そう、リャン雪、リャン雪、リャン雪コンビにする。いいのがあったら教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さん今日は何してましたか。何してましたか。あ、そう、ハーフツインなんだよね。あ、そうそうそう。でもゴキブリやって言われる。そう、なんかあのセカンドシングルの髪型が私これで、うんうんうん、ゴキブリヘアってよくあの言われるんだよね。そう、結構メンバーみんなこれはもう、これ何、ハーフツインじゃなくてゴキブリヘアみたいな。そうで、今日はね、リアンちゃんがやってくれました。そう、ユキの髪型、はい、やった。あ、仕事中だって。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。仕事中に見ていただいて。仕事中ほんまや。トマト飲んでました。どういうこと。トマトのジュースとかじゃない。あ、そっかそっか、うんうん、トマト。クッキー焼いてました。いいな、いいな、食べたい。ください、食べたいな。お腹空いた。お腹空いたね、さっきからずっとこの話ばっかりしてる。そう、うん、ね、ずっとお腹なりそう。ここからは、はい、グループの活動に関するトークをしていきたいと思います。はい、はい、そうですね。私たち僕青があの賃貸さんの CM に出演させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもう見かけましたか、テレビで。見かけましたか。そう、駅にもポスター、そう、そう、めっちゃ可愛いので、すごい、そう、あの、ぜひ見てください、ね、見てほしい。賃貸側のね、そうそうそう、あの衣装を着させてもらって、はい、うん、みんなでね、こうダンスとかしてる、うん、そうそうそう、ので皆さんもし見かけたらまた教えてください、うん、みんなに見てほしい、うん、ね、うん、お願いします。お願いします。見たよ、だって。おー、やった。あ、嬉しいです。めっちゃテレビで見るよ、だって。へー、 ありがとうございます。やった、ありがとうございます。あ、結構見ている方が多い。新タイガーと仲良くなれた、だって。仲良くなれた。なれた。なれました。なれました。しっかりと、はい、はい、これからはこれ、あれか、個人のお話、うん、あ、これね、うん、はい、じゃ続いて、はい、続いてのお知らせがあります。1月31日にセカンドシングル卒業までが発売されます。やったやった。もうめっちゃ好き、めっちゃ好 き, ゃ好き、うん、今も流れてるね、卒業まで。ほんまや。そう、卒業式。めっちゃいい曲。そう、すごいいい曲で、うん、ね、口ずさんじゃってる、うん、もうたくさんの人に聞いてほしいです、うん、はい、はい、そして個別握手会が2024年1月13日土曜日、うん、有明セントラルタワーホールカンファレンスホール B にて開催となります。はい、やったやったやった、ね、楽しみ、うん、皆さんとお会いできること楽しみにしてます。めっちゃ楽しみにしてます。ぜひ会いに来てください。待ってます。はい、はい、じゃあ1月17日の水曜日に僕が見たかった青空、あ、いいよ、最後いかな、が、くも組単独公演が新宿のキースタジオにて開催となります。あー、もうすぐです、本当に。いや、あと
1週間ちょっとぐらい、ちょっとぐらい、うん、緊張する。みんな、うん、ね、クモ組みんなでレッスン頑張ってるので、うん、温かく見守っていただけたら嬉しいなと思います、はい、もう緊張してます今からね。え、すごい。1週間しかないっていうのが、うん、もう衝撃すぎて。そうだね。いや、ドキドキ、うん、でもすごい楽しいレッスンも、うん、そう、レッスンも楽しい。みんなでね、頑張って頑張ってます。はい、そして坂道の向こう側に、向こうには青空が広がっていたが、今夜1月9日火曜日24時25分から24時55分で放送となります。はい、あ、危ないぜひ見ていただけたら嬉しいです、はい、ね、チョコプラさんにミシバシ指導していただいて私たちも頑張ってるので、はい、そうですね、ぜひご覧ください、うん、はい、昨日とかさ、うん、大阪行ったじゃん、うんうん、握手会があったんですけど、うん、昨日もね、来ていただいた方いますか？いますか？すごい、ね、どうだった、地元の方は？やっぱり、なんか関西らしいというか、うん、雰囲気が、あ、すごい、なんか、ね、結構メンバーみんな言ってたと思うんですけど、すごい、なんかツッコミとかさ、そうそうそう、ボケてくれる人も嬉しいみたいな、ボケてくださる方もいてね、楽しかった、うん、楽しかった。あ、行ったよ、だって、ありがとうございます。お、ありがとうございます。あ、嬉しい。たこ焼き食べたって書いてある。食べた、食べたね。なんか楽屋にたこ焼きがね用意していただいて、それ食べて、うん、もうそれが美味しすぎて、うん、帰り道また同じたこ焼き屋さん行って買って帰りました。いっぱいたこ焼き食べました、うん、めっちゃ美味しい。なんか中身がさ、トロトロしてるじゃん、うん、そう、本当に美味しいね。そうそうそう、ふわっとろ、うん、よいしょ。じゃ、個人的なエピソード、ここからは個人的なエピソードをお話ししていきたいと思います。はい、はい、何だろう、個人的なエピソード、お仕事の話でもいいやろ。何だろう、あ、うん、それこそさっき の、 その昨日の大阪の握手会の話で、うん、その握手会の時にマイクに向かって話してねみたいな、うん、書く紙があるんですけど、うんうんうん、みんなやっぱり関西に来たから、うん、関西弁で書きたくて、あ、書いた書いた、なんかありがとうってなんて言うんとか、うん、いろいろ聞いてくれて、なんかメンバーがそうやって聞いてくれるのがなんか嬉しくて、うん、あ、そう、なんか一日通してなんか、うん、メンバーともいっぱい話せたし、うん、ファンの方にも会えたので、なんか幸せな一日やったなって思いました。大きにだよね。そうそう、大きにそう、2人でゆきもそうそうそう、うん、をさせていただいて、2人で関西弁たくさん使った。そうそうそう、秋田リアンやで、今ゆきやでとか言ってそう、楽しかった。まあね、うん、この前そのお正月帰省してたじゃん、リアンちゃんが、で、みんなお土産をくれたんですよ。リアンちゃんがお好み焼きおせんべいみたいなのをくれて、もうそれが私すっごく美味しいなって思って、その昨日行かせていただいた時に同じお土産を自分に買って帰ったっていうめっちゃ気に入ってくれたみたいで、そう、美味しい、嬉しかった、うん、めちゃめちゃ美味しい、ありがとう。大きにです。あ、おー、大きに、大きに、大きに。皆さんは今なんかしてますか？ええんやで。あ、ええんやで。大きい。かげなれ楽しかったわよ、だって。ありがとうございます。やった、ありがとうございます。かげなれね。ゴリゴリの関西弁で。ゴリゴリの関西弁で喋ったから。あ、お正月は餅食べたって。食べた。食べた？いいな。食べてんの。なんで？食べなかったの？そう、もったいな。毎年絶対食べんねんけど。そうだよ、お正月といったらお餅ですよね。うん、食べてない。私なんか砂糖醤油のお餅が好き。わ、うん、かる、砂糖醤油な。いや、わかる、一番好き。みんな何で食べますか？なんか、うん、いっぱいあるよね、きな粉とか。きな粉とか、なんやっけ、お雑煮に入れて食べたり。ああ、うん、そう、あるある。お餅、他はぜんざい、うんうん、とか。そう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 。何が好きな？きな粉つけて食べた。そう、あ、いいですよね。やっぱきな粉も美味しいよな、うん、きな粉一択だって。うん、わかる。きな粉醤油って言った、さっき。うん、砂糖醤油。あ、そうなんだ、聞き間違えたかなと思って一瞬今。そうやな、違う、新しいのかと思ったあ、のり巻き餅をのりで巻いて食べるって書いてある。あー、わかる。あれも美味しいよな。美味しい。だからその砂糖醤油してそこに、うん、巻いて、うんうん、海苔をね、うん、で食べるの。美味しそう。美味しいの、それが。あ、今度食べよう。うん、食べよう食べよう。うん、はい、じゃあそろそろ
はい、今日はこんな企画をやりたいと思います。はい、題して僕青ペディア、イエーイ。はい、ルールを説明します。私たち僕青のことをもっと深く知ってもらうための企画です。ネットなんちゃらペディアに載りそうな自分自身の初出し情報を発表しましょう。子供の頃の話、失敗談、奇跡体験、意外な趣味などなど、初出し情報なら何でも OK です。たくさん情報を出して僕青ペディアを作っていきましょう。イエーイ。初出しか、なんで、ね、何にしよう、そんなね、うん、どうしようかな、どうしようかな。まずスケッチブックに書いて、はい、じゃんって発表していこう。どうぞどうぞ。ありがとうございます。ね、本当にあの、なんていうの、はい、なんていうの、些細なことでも、ああ、いろいろ書いてあったじゃあいただきます。はい、いただいてください。はい、何の色にしようかな。いいよ、じゃあ水色、じゃあピンクで、あじゃあ書きたいと思います。このスケッチブックにタイトルを書きます、うん、まず、はい、はい、で発表します。はい、どういうのがいいかな、なんだろう、実は30歳とかだって、やばー全然実は18です。16歳でしょ。16、うん、そんなことはないです実は30歳とか違います。実は子供の頃とかの話でもいいんだもんね。うん、待って絵描いていい？いいよ、じゃびっくりした、間違えたかと思ってあ、でも今から見てくださってる方も多いよ。こんばんは。こんばんは、嬉しいね。うん、ちょっと待ってください、今描き中なので。え、大丈夫かな、これなんか無言になっちゃうからどうしよう。よし、描いた。あ、やばい、見えちゃう。じゃあ子供の頃に好きだったもの描いた、うん、あ、じゃあゆきから。あ、はい、どうぞどうぞ。じゃあいきます、うん、じゃーん、はい、これ何か分かりますか、皆さん分かりますか、これ分かりますか、これ私が子供の頃、うん、あのずっとこれが欲しくて、うんうんうん、であのサンタさんにお願いして、うん、もうやっと来たのがこれで、私これ大好きすぎて、うん、あの、わかる、これ何か、わかる、私はわかります。でこれをもうあの幼稚園とか行く暇、うん、幼稚園とか行く間にも頑張って、うんうん、あの育てるためにあの保育園とかに預けてた、うんうんうん、今のヒントじゃない、育てるっていうのが、あの保育園とかに預けられるのよ、このゲームの中でね、うんうん、でそれぐらい大事に育ててた、うん、このゲームをずっとやってました私は。何でしょう。あ、なんか結構答えが出てきてるかも何でしょう、これ私が大好きなゲーム。テレタビーズ、何やろ。あ、お、あ、なんか正解が見えた。正解はどうぞ。たまごっちです。なエアテクイズみたいになっちゃった。そうそうね、たまごっちです。私もう大好きだったわ、たまごっち。みんな好きだよね、多分。うん、たまごっち持ってた。ねえねえ、一緒の世代、うん、一緒の世代一緒の世代だからでも2つしか変わらんしな。そう、これが好きだったな。たまごっちにかけてさ、たまゆきっちって書いてる人がおってさなんかいいね、それ。そう、めっちゃ名言っちゃった、たまゆきっち。そう、たまゆきっち、ゆきっちのたまごっちはたまゆきっち。はい、そうです、はい、いいね、たまごっち、ね、うん、好きだったよね、懐かしい。みんな好きだったよね、うん、そうなんよ。皆さん世代は何が流行ってたんやろ。何が入って、あ、豆っち。そう、豆っち。私がこれ書いたの、うん、すごい、ごめんね。そう、書いたの、かわいいでしょ。うん、伝わる伝わる、めっちゃ伝わる、すごい。へえ、はい、次お願いします。じゃあ私は、うん、子供の頃の私をお話しします。はいはい、多分本当はこういう書き方だったんだよね。そう、でも、いい、あ、でも新しくてゆきのやつはいいなって思いました。ありがとう、うん、はい、子供の頃、書いたけどさ、うん、私はあの結構おままごとというか、なんていうんだろう、その一人で歌うことも好きで、うん、あの演技というか、何かに何着るのが好きで、
勝手になんか先生の役してみんなを生徒を叱ってる役とかしてる動画が残ってたりとか叱る役なんだ先生が多分その時期多分ちょうど怒ってたんかなって、うん、怒られてたんかなって思って、はいはいはい、で怒ってる役したりとか、うん、なんかそのピアノおもちゃのピアノがあって、うん、ピアノを弾きながら自分でほんまに適当にめちゃくちゃな歌詞をこうやって弾きながら歌ってて、ね、今考えたらなんかその時から結構好きやったんかなって改めて歌うこととかね、そうそうそう踊ることが、うん、ちょっと歌ってもらいたいけどちょっとさちょっとNG で歌ってもらいたいよな本当は歌う、まあ、またの機会に撮っとく、またの機会になんかさ家族ごっことかしてた、うん、あーすげー幼稚園の頃とか、うん、よくちっちゃい頃とかなんかワンちゃん役とかワンちゃんワンちゃん役とかしてた動物、うん、動物か猫とか、ね、お母さん役とかさ、うん、でみんなでなんか家族ごっこやってたよね、うん、懐かしいなんか喋ってたら懐かしいのばっかり懐かしいな、うん、なんか他にある初出し情報とか初出し情報初出し別に何でもいいやろ、奇妙な体験したことあるないないか電話もないわない実は霊感ありますとかさそういうのあったらよかったのになね、うん、めっちゃレアじゃない実は私霊感あるんですとか言ってみたね、うん、ないわ家族ごっこやってたやって家族ごっこやってた、うん、ああ一緒だ、ね、家族ごとか楽しいよな楽しいの、うん、ちっちゃい頃絶対ほとんどの人がやってそうな遊びうん、そうだよね、うん、やっぱ幼稚園の頃はみんなえ、私実は、なんて名古屋城ゆきちゃんは実は名古屋城に行ったことがない私、愛知県民なのでそれがなかったら初出し情報そうだね、うん、確かに初出しすぎる実は大阪城大阪じゃない、兵庫兵庫か、うん、ないとか愛媛とかあるあのじゃないよねちゃんと行ってますちゃんとよかったよかった行ってますよかったそう、赤ちゃん役とかいた赤ちゃん役とかいたよねって書いてある、うんうん、あーでもなんかその、うん、今ちょっと警察官ごっこしてたっていうのを見て思い出したけど、うん、私は小学校の頃に警察官になりたかった、うん、なんか分からんけど言ってたね、そうなんかかっこいいそうかっこよくて、うん、かっこいい女性とかに憧れてたので、うん、警察官めっちゃなんかかっこいいなっておで一時期のネタかったけどいいね全然今はえでも似合いそう似合う、うん、そうすごい似合う似合うかなうんちょっと体験してみたい、 いいね、幼稚園の先生とかも似合いそうえそう、うん、嬉しいなんかちっちゃい子は私大好きなのでうん私も、私も私も赤ちゃんかわいいそうかわいいよな、うん、めっちゃわかる赤ちゃん役なら得意だったわのやってくれるんですか私がじゃあ先生役で、うん、いつかねあー泥系も私やってたなあの鬼ごっこわかる軽泥じゃなくてえ泥系じゃないの軽泥じゃなくて軽泥とか泥系 え何が違うんですか別物ん泥系だよえ泥棒と警察えそう軽泥警察と泥棒違うんかなやっぱ地域とか住んでるところによって、うん、あれ軽泥屋だって嘘ほらー泥系だよほら愛知県民の方愛知県民の方おるかなですよね泥系ですよね地方によるのかも結構軽泥やっぱ名古屋の方はそうだよ、うん、初めて知った、うん、兵庫は軽泥軽泥、うん、でもイアちゃん結構喋ってる時、うん、関西弁すごい出てる、うん、あね、じゃない確かに、うん、いつも関西出身なんでやっぱりイントネーションが違うことが多くてそうだね確かにあ関西は軽泥な気がするあよかったよかった間違ってなかったです関西は軽泥本当だ、うん、そうなんだ福岡も軽泥静岡も軽泥愛知だけじゃあなんか次のあ名古屋は泥系やってやっぱそうですね う, うんよかった間違ってなかった、はい、よかったよかった軽泥と泥系みたいです何にしよっかな他初出し情報ゆきの初出し情報聞きたいなんでもうん私も知らんようなことえー
なんかあるかな。でも結構喋るから、ゆきとはなんかね、喋るようになったよね、うん、山本カフェじゃなくて、ごめん、今のあれあのね、さらに仲良くなるさ、なんかでもね、雲組のレッスンとかでも、ね、うん、やっぱ一緒になることが多くなったから、そうね、嬉しい、嬉しい、イエーイそんなゆきの初出し、ちょっと待って、どうしよう、なんだろう、ないの逆に、初出しか、あ、嫌いな食べ物とか言ったことないかも、私、あ、いいやん、嫌いな食べ物は、好きな食べ物しか言ってないかも、ちなみに好きな食べ物ははもうパイナップルとか、サーモンとかが好きなんですけど、私嫌いな食べ物が、あの、ウリ系が苦手なんですよ、なんかキュウリとか、あのスイカってかメロンとか、あっち系があんまり食べれない、そう、意外かも、本当、うん、なんかパイナップル好きやから、なんかフルーツ系全部いけんのかなって思ってた、なんかね、そうメロンとか、そっち系がちょっと苦手、でもメロンはリアも苦手、初出し情報、初出し情報、初出し情報、共通点です、そう、メロンは苦手です、スイカはでも好き、めっちゃスイカもちょっと苦手、だからなんかおばあちゃん家とか行った時にみんな食べてたけど、私だけあんま食べれなかった、美味しいよ、美味しいけどね、美味しいよ美味しいで、めっちゃ、あ、そう、アミちゃんがメロン大好きだから、うんうんうん、確かに、あ、ウリ系っていうか、あ、キウイ大好きですキウイはいけんのか、そう、ウリ系だけ、初出し情報難しいな、なんかね、難しいね、なんか私たちのことでなんかちょっとまだ知らない質問とか聞きたい、逆にこういうこととか教えてくれたら嬉しいな、確かに質問してほしいかもね、シンプルに特技知りたいです、特技、空手だよね、私もずっと言ってる、空手が、私もあのクラシックバレーって言ってるかも、バレー9年間ぐらいやってて、めっちゃもう動きが滑らか、いやいやいや尊敬する、クラシックバレーって言ってるかな、そうね、あ、空手で1個あったかも、初出し情報、何何何、あの私組手っていうのがあるんですけど、こう、まあ、寸止めなんですけど、やってるのは、けど弟と対戦した時に、なんか弟と膝同士ぶつかっちゃって、膝を剥離骨折したことある、そうマジ、そうそうそう、やだ、全然今は何もなくて、すごいやっぱ力強いの、そう、当たっちゃって、そうで、私の膝で多分ちょうどお皿の下の部分に当たっちゃって、そうそうそう、そういう初出し、え、なんか私も思い出した、あれ、あの結構これ初出し、なんかその体育の授業でサッカーしてたんですよ、で、そのサッカーのボールに来たやつに上に玉乗りしちゃって、わかる、わかる、上に乗っちゃって、なんか玉乗り状態になっちゃって、で転んじゃったのね、で骨折っていうか、もう足が骨折、捻挫みたい、捻挫の、もう骨折なりかけの捻挫みたいな、真っ青になっちゃって、やば、でビッコ引いた状態で僕はあのオーディション行ったんですよ、おー、これ初出しすぎる、なんていうの、足が、え、そう、ちょっとあのちょっと想像しただけで痛いかも、そう、初出しやな、それは、そう、初出しだけ、ちょっとあの足痛めてる時にオーディションちょうど行った、すごかもしれない、なんかかっこいい、それすごい根性すごい、なんかさ、初出しがさ全然可愛くなかったね、もうちょっと可愛い初出し考えとかなくんかった、二人ともどんくさい人がやるやつって言われた、そうかもしれないけど、難しいよな、サッカー、だからさ、ユーポがさ、サッカー得意やん、青木ユーポが、そうね、そう、ずっとかっこいいなって、かっこいいよね、女子サッカーってめっちゃ、そう、ずっとかっこいいなって思う、かっこいい、私ほんと下手だからさ、でもサッカーは唯一球技でできんくて、そう、サッカーだけできん、バレーで1200何どうしよう、お二人泳げる、だってああどう泳げる、泳げる、泳げる、めっちゃしょうもない初出しでもいい、お願い、あの
プール水泳を、うん、そのめっちゃちっちゃい頃、うん、ほんまになんか小学校、うん、低学年とかまで習ってて、うん、でクロール、うん、そのテストがあるやん上に、うん、で泳げるやつが増えていくんやけど、クロールに苦戦しすぎて息継ぎができなくて、うん、でなんか何落としたっけ、うん、そのそのクロールに何回も落ちまくっと、うん、あテストってこと、そう息継ぎができなくて、そうでだから息継ぎができなくて水が入ってくる口の中に、はい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 、で上向くまで、うん、あの息継ぎしなさいって言って一回、うん、ほんまに一回上向いて一回転したことあるそのまんまの通りやっちゃったえリアンちゃんすごい真面目だからね、だよね、そうだから多分本当に先生に言われた通りやってる、そうやっちゃって息継ぎができへんやったら上向くぐらいまでしなさいって言われたから上向いてそのまま、そう一回転しちゃったちょっとかわいそうリアンちゃんだってでも今はちゃんと泳げます、はい、クロールも。ゆきは私は泳げる方だと思う、うんうん、なんか泳げそう本当、うん、でもあのプールやってた、あやってた、そうやってた、でもバタフライとか無理かも、あバタフライな難しいよな、わかる、平泳ぎ得意そう、偏見え、どういう偏見なんかさ、なんか動き滑らかな、滑らかな動き必要な、ありがとう、うん、だから平泳ぎ一番好きかも、あよかった一番好きかも、よかったよかった、偏見じゃなかった25メートル息継ぎなしって、ね、すごっ、あ背泳ぎとかもあったな、そういえば、ああ、うん、背泳ぎね、うん、あとクロールも苦戦する、平泳ぎバタフライ、ね、学校とかでやってた、泳いでた、うん、うん、泳いでた、うん、泳ぐタイプ、めっちゃ泳いでた、頑張って泳いでた、やっぱそうやな、なんかさ、うん、小学校の頃さ、うん、地獄のシャワーってわかるこれって全国共通なのかな、確かになんかあのプール入る前にシャワーを浴びるんですけども、それがめっちゃ冷たいんですよ、うんうん、で地獄のシャワーってみんな呼んでたんだけど、うん、一緒一緒、これは一緒、全国共通かな、地獄のシャワーなんかあれ嫌やった、うん、あるんかな、皆さんも経験ありますか、やっぱみんなそうなんだ、地獄のシャワーあった気がする、やってあった、懐かしい懐かしい、なんかやっぱりさ、ね、こういう企画すると懐かしいの思い出せるから、そうそう思い出したね、幼少期、うん、はい、はい、じゃあ続いての、はい、地獄のシャワーあっただって、おうやっぱり共通なんかな、じゃあ続きましてこちらの企画、バカオミニゲーム、イエーイ、イエーイ、そうバカオミニゲームは、はい、私たち2人でチームワークが必要なミニゲームに挑戦するコーナーです、クリアすると素敵なご褒美がもらえます、はい、何だろう今日は何でしょうか、今回は手作りおみくじというゲームに挑戦します、はい、紙で紙で大吉と今日の、うん、まあお正月一発目ってことなので、ね、うん、はい、大吉と今日のおみくじを作って箱の中に入れて、その2連続で大吉を出すことができたら成功となります、はい、おみくじ引いた、はい、引きました、どうだった、何やったっけな、キチやったっけな、そうキチキチキチで、なんか、うん、うーんって感じだった、うん、ってなった、でも実はこのキチってあのブログに書いてないけど、初めて引いた時は何だっけな、あの今日に一番近い大凶、じゃあ何だ、末吉、あそう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 、末吉やって、うん、末吉が嫌やったからもう一回引いてキチになった、そうなんだ私も末吉だったので、今日は絶対大吉を引きたいと思います、はい、大吉2連続で引きましょう、はい、じゃあ絶対引きたい、箱がここにあって、なんかね今年ねみんな末吉なんだよ、僕はの目も、うん、でも大吉か末吉で結構分かれてた、これこれ切るんだ、じゃあ切ります、はいお願いします、そうなんかみんな結構さ、これ末吉の人、これ1枚、あそうね、あこれ1枚か、あこれ4枚に買ったじゃあじゃあこれ1枚にしようって感じ、じゃあこれ2枚切って、うん、黒でピンクでいい、うん、全部同じ色、うん、で大吉ピンクで描く、だからね今日はね、今日描くわ、え大吉今日、大吉今日、あ今日、今日はね、あ今日はってか、今日は絶対大吉引きたいな、うん、今日で大吉引けたらもう満足、そうだね、だ2人がこう今日と大吉をこう描いて書いて、2人とも大吉引けたらクリアして、今日がまだ書けてない、はい合ってる、こう合ってるよ、うん合ってる、いいかよし、
よし、あ、やばいやばい。じゃあ4分割にして 4? うん、オッケー。で、この中入れます。よし、あ、ちょっとでかいかも。もう一個ぐらい入れるかも。あー、ドキドキ。僕が引きたかった大吉。いいですね、いいね。僕が引きたかった大吉。じゃあ入れます。じゃあそれで引く。この手が見たかった大吉。うん、引きたかった。あ、そうね。よし、よく混ぜて、よく混ぜてください。はい、じゃあどっちからいきますか。じゃあいきます。 OK。 じゃあ僕が引きたかった、大吉。大吉、はい、じゃあちょっとまだ、あ、まだ見せてくれ。じゃあ、待っていいですか、はい、よし、いきます。これで、あ、こっちで。僕が引きたかった大吉。よしよし、じゃあ行こう。じゃあ開けます。せーので見る。うん、いくよ。よし、せーの、自分が書いた方。そうね、本当だ。え、やった。え、すごいかも。やった。じゃあ、え、やった。ありがとう。嬉しい。今年の運勢バッチリかも。そうだね、もうこれで私たちの今年の運勢は大吉です。やった。素敵なご褒美がもらえちゃう。なんだろう。なん、今日は？今日のご褒美はありがとうございます。わあ、なんでしょう。せーの、じゃじゃーん。フルーツ。美味しそう。美味しそう。いい匂いする。わあ、いちごもある。へえ。美味しそう。じゃあ後で美味しくいただきます、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。スクショタイムで。スクショタイムしとく。いつもと背景も違うから。そうね。ちょっと可愛く。じゃん。はい。オッケー。オッケー。ありがとうございます。後で美味しくいただきます。ありがとうございます。ああ、メロン入ってたかも。嘘。じゃあ。挑戦しましょう。リアンちゃんにあげる。あれ、分けっこしよう。一発で弾けると思わんかった、ね、うん、すごいかも私たち。やった、え、なんか意外になんか早く終わっちゃったね、うん、うちらすごい、ナイス。一口くださいだって。どうする？あげません。あげません。嫌です。今日が残ってます。嫌です。え、早く終わっちゃったな。ね、でも皆さんとたくさんおしゃべりする時間、うん、作れるので、ね、じゃあ残りの時間はたくさんコメントを読んでいきたいと思います。はい、皆さんとおしゃべりしましょう。服かわいいって、ゆきっちゃん。やったー。このどうですか？これかわいいって。リボン、ありがとうございます。ちょっとね、マイクと同化しちゃってるんだけどね、うん、いい感じよ。これもかわいい。かわいい、うん、これも同化してる。あんま分からんくない？かわいい。それもなんか私服すごいさ、いつも大人っぽい。そう、なんか、嬉しい。あの2歳さ、ね、うん、年齢的には、ね、下なんだけど、あの私服めっちゃおしゃれでさ。ありがとうございます。あの綺麗めのお洋服なんですよ。だからお姉さんに見えます。ありがとう。いつもはさ、はい、そのツインテールしてるからやっぱり幼く見られがちなんよ、うん、ああ確かに。そうで、幼く見られがちやから、なんか私服の時はちょっとでも大人っぽく、うん、なるほどね。そうそうそう、ギャップがいいね。ギャップがいい感じ。うん、なんか話、全国握手会、うん、していただけるんですか。嬉しい。やった。楽しみです。めっちゃ楽しみ、ね、めっちゃ楽しみしてる。そう、なんかみんなのその地方とかさ、うん、北海道とかゆあちゃん出身だったりするじゃん、うんうんうん、みんなの地元に行けるっていうこともすごい楽しみだし、うん、めっちゃ楽しみ。皆さんに会えるのが何よりも嬉しいです。そうそうそう、なかなかね、会えへん人とかも会えるし。あ、名古屋行きます。行きますよ。名古屋も行きますよ。待っていてください。ゆきっちのね、うん、地元、エレンと私の地元です。名古屋か、楽しみ。行ったことある？愛知？あるあるある。愛知ある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 。どこ行くの？愛知で何やったっけな、空手の試合で行った記憶がある。そうそうそう、そう、愛知県に。めっちゃ寒かった記憶がある、その時。そうなのかな。カイロめっちゃ張って寒いのかな、愛知って。どうなんだろう、うん、なんかそのイメージで、寒いイメージしかない。本当？冬に来たんだね。そうそう。あ、福岡も行きますよ。はい、
行きますよ。行きます。待っててください。行きますよ。あ、自分も名古屋出身やって。札幌、楽しみ。そう、北海道にもリアまだ行ったことなくて、うん、ある？北海道ない。私行ったことないもん。行ったことないところに行けるのがめっちゃ楽しみ。そう、いいよね。なんか私さ、うん、この前の、あ、1年前の冬休みに、うんうん、札幌行く予定だったのに、うん、あの風邪ひいちゃって行けなくなっちゃったから、残念やな。初めてなんですよ。楽しみやな、それは。そうなの、楽しみなの。いやー、めっちゃ楽しみ。福岡では、うん、あの明太子ともつ鍋、うん、食べたい。すごい食べたいなって思ってます。なんか北海道も結構さ、うん、美味しいものが有名、そう、ね、食べ物が美味しいってさ、有名やからさ、めっちゃ食べたいけど。わー、いいね。観光したい、普通にね。え、あ、夜景がすごい綺麗の知ってる？え、分からん。そうなん？そう、すごい夜景有名でいいなって思って、じゃあ夜まで降りたいな。ねえ、行きたい。なんか、新幹線で座席倒してくるメンバーって全員ですよ。うん、結構倒すよな。ごめん、ちょっと避けていい？ごめん、ちょっといいって言って、みんな倒すよね。うん、結構倒す。卒業までがずっと流れてて、ね、この曲めっちゃいい曲。いい曲だね。切ない感じ。うん、切ない、うん、背もたれバトルかな。マックス倒すのって書いてある。そこまで倒さんやな。マックスまではいかないけど、もうゆったりね、できるぐらいは倒すよね、うん、みんなちゃんと、うん、結構倒すな。みんな寝る気満々やから。そう、あ、昨日の疑似ワンマンライブのさ、配信、うんうん、見ていただいた方いる、いいね、ありがとうございます。嬉しいよね。どうでしたか？どうでしたか？そっか、そのライブで、うん、あの君のための歌も、そう、多くの方がそこで見れたかなって。本当に君のための歌を早く皆さんにも、うん、ね、聴いていただきたいし、うん、私たちも大好きだよね。そう、もう大好き。素敵な曲をね、うん、踊れて幸せです、うん、そう、ライブまでね、もう少し、そう、皆さんに見ていただきたい、早く早くね。あ、感動したって。嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。あの、リアンちゃんのセリフがあるんだよね。そうそうそう、まだ内緒にしとこ。これはまだ内緒で、うん、お楽しみに。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 めっちゃいい曲よ、ほんまに。そう、あ、チョコフェスで聴いてくださったけど、チョコフェス、そう、楽しかったです。本当にグッズが可愛すぎて、ね、T シャツとか本当は今日着てこうかな、今日着てこようか、ね、そうそう、けど、ね、本当にね、それぐらい可愛かったね、うん、めっちゃ可愛い。てかセカンドシングルのスカートと相性バッチリすぎて、うん、そうめっちゃ可愛い。もうグッズもね、ペンライトも帰りさん、みんなバスの中で、え、そうそうそう、チョコプラさんのフェスのペンライトこう振り、うん、言ってたよね、うん、あの青空について考え、流しながら、そうそうそう、自分たちの曲を流してコールして振ってた。楽しかった。めっちゃ楽しかった。ライブ状態だったよね、うん、帰りのバスが。めっちゃ楽しかった。シーンってしちゃった。うん、嬉しい。セカンド衣装かわいいって嬉しいな。嬉しい。なんかいいよね、あの、うん、なんかレトロ感、うんうん、レトロみたいな感じ、めっちゃかわいいよな、あれ。何を着ても似合うぞ、だって。嬉しい、優しい。ありがとうございます。ありがとうございます。不要時間。あ、でも結構チョコプラさんのイベントにさ、来てくださった方が、そうね、そうじゃん、今年初の冠番組だよ、今夜は。うんうんうん、そうそうそう、私たちも今日も今年初のショールームなんです、2024年だからめっちゃ緊張してたね、うん、なんかすごい今までになく緊張してました、うん、実は。でもユキがいつも明るいし、もうハッピーって感じやから。でユキのおかげで結構緊張増えた部分はある。なんか今日めっちゃリアンちゃんさ、うん、ユキって本当面白いとか言ってくれ、楽屋で3回ぐらい言ってくれたよね。ユキほんまに面白くて
そう、なんか一緒におったら笑顔になるメンバー。いや嬉しい、うん、嬉しすぎる、嬉しすぎるらエレン、嬉しすぎるらエレンなんか出てきた今、嬉しすぎって言ったから。えでもあのリアンのいつものああいう、うん、なんか関西乗りっていうの、うん、あの話してきたら、うん、そう、なんかそういう感じ返してくれるから、うん、もうすごいそれが好き私は。ありがとう、うん、嬉しいすごい好き、お互いの好きなところを言い合ってました。はいなんかこの時間っていつも思うけどめっちゃお腹すかん、わかる。そう、さっきからさお夕飯の時間、皆さんは何食べましたか、それかまだなのかな、何食べますか、かもしれん。もうすごいお夕飯の時間だわ。確かに、そうそう、もしかしたらご飯食べながら見てくださってる方もいるかもしれないし。確かに。夕ご飯何食べたい、ハンバーグ、うん、あっつあっつのつけないと、ハンバーグ、あっつあつのハンバーグね。なんかさ、何食べたいっていつどんな時に聞かれても結構ハンバーグって答える。あっつあつのでしょ。あ、そうそうそう、あっつあつのこれ大事、あっつあつのあっつあつのあっつあつのハンバーグね。あ、うどんいいな。そう、ちょうどさっきゆきが最近うどん好きやねんって言ってたから。そうなの、そう、うどんハマってるんです、うん、私ゆきっち言い方がお上品だよねお夕飯確かにね、ちょっと気になった本当めっちゃお上品って、なんかお嬢さんみたい結構メンバーにさ、言われるくない。全然嘘、全然全然、なんかそんなことない、お上品やのにもうハッピーで面白いから、なんか、うん、私あのおばさんみたいな言い方になって、そんなことないよとかお上品じゃなくて、近所のおばさんってすごいみんなに突っ込まれます、近所のおばさんみたいってでもお夕飯はお上品あっつあつのカレー食べる人おる福岡うどん美味しいわ。やって、え、そうなの、行きます、楽しみにしてます。へ、まあ、ちょうど卒業までが終わった、資金、はいということで皆さんありがとう、ありがとうございましたこの後美味しくね、さっきのフルーツもいただくので、はい、そうだね、そう、お腹いっぱい、あっという間にエンディングの時間になりました。ありがとうございました。どうですか、あ、じゃあランキングを発表しましょう。お、はい、最終ランキングのトップ5を発表します。はい、トップ5はドゥルル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 アキさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ次トップ4ドゥルル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 ルじゃん、あ、シュージーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、はい、トップ3ドゥルルルルルル、ももまるさん、あ、クイーン、ありがとう、ももまるくん、はい、じゃあ第2位、せーの、ドゥルルルルルルル、ゴリ押しさん、ゴリ押しさん、じゃんじゃん入れよ、次ゴリ押しさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、最後1位、ドゥルルルルルル、じゃん、あやもりあんさん、あやちゃん、りあんちゃん、欲しいそこまで読むの初めてかも、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。なんか楽しかったランキング読むの、ね、ちょっと下手だった、うん、あのちょっと気合わせない、そう、気合わせないと、はい、じゃあ合わせていこう、いこう、息を合わせろだって、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、結構普段から喋るんですけど、そうそうそう、うん、本当にね、そう、喋るはい、ゆきとしゃんじさんもずっと笑ってるんやけど息を合わせます、はい、はい、息を合わせて、ね、はい、よし、はい、はい、番組ハッシュタグはハッシュタグ僕はショールームなので、配信終了後も感想などぜひツイートよろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いします、はい、で次回のリレーショールーム配信なんですけど、1月22日の月曜日18時からです。聞き取れたかな、はい、1月22日月曜日18時からです、はい、で、はい、次回のメンバーなんですけど、うん、まだ決まってないです、めっちゃ食べたけど決まり次第、はい、次回出演メンバーはお知らせします、はいはい、配信を見逃さないためにも、こっちかなお気に入りのハートを押してお気に入り登録をよろしくお願いします。こっちだよ、こっちだよ、こっちかどっちか、押してね、こっちかこっちかこっちか、あ、こっちこっちです、じゃあいっぱい押してください、押してください、はい、楽しかったです
ありがとうございました。もうめちゃめちゃ楽しくてずっと笑ってた、ね、ありがとう。雪が面白い。いやいや面白い。ありがとうございました。はい、というわけで今週の、はい、今週の今週の 僕が見たかった青空リレーショールーム配信終わりになります。はい、はい、今日のお相手は秋田リアンと今井ゆきでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。バイバイ。